はい、お疲れ様でございます。いくいく選挙チャンネルいくちゃんです。今日も動画早速始めてまいります。今日もですねえー。衆院補選東京15区です。もうこちらしかないですよね。はいえー。まあね。長自民党は長崎は候補者出していないし、島根県もどうやらもう危ないということで、残るは東京だけですが、果たして。東京は？ 取れるのでしょうかということで、えー、今注目が集まる。東京十五区ですね。さよなら、自民党、さよなら岸田内閣の五十八回目。衆院補選、東京十五区はかやの外。ね、えー、補選参拝かということで、お送りいたします。まあ、東京十五区ですね、私のですね、この流れを追っていくと。 酒井なつみさん、立憲共産党と飯山あかりさん、日本保守党の。こう一級一級地っていうのを一級、まあ、まあ最終的にはこの二人の争いになるのではないかと。いう、こう、ね、読みというか、えー、流れで、えー、今追っています。まあ、なんでそうかというと、自民党の、まあ、あの調査と、それから。 えー、維新の調査で、まあ、比較的、あのー、飯山さんが高いところにいたのと、もっとね、あのー、下の方にでもおかしくないんですが、あのー、維新の調査では差位につけてると、でその中で、まあ、もう、えー、共産党が候補者を下げたことで、えーえー、立民と共産があ事実上推薦する酒井夏実さん。はい えーまあ、地,元に地元のね、選挙、まあ、区長選にも出ているということで、酒、えー、井夏実さんがちょっと強いだろうと、えー、その中でええ、意外とですね、乙武さんがこう沈んでいたということなんですよね。まあ、本当だったら、ここで小池さんが応援して、えー、応援演説出てきて。 えー、もうダントツでぶっちぎる予定だったんでしょうが、シナリオが今、崩れに崩れているということは、あ皆さんご存知でしょうか、はいえー、小池さんのですね学歴詐称問題が、もうこんないいタイミングで、えー、これは月間の方かな、文春にすっぱ抜かれてしまいまして、ちょっと今、小池さんが厳しいということで、 えー、小池さんの応援が入るとむしろマイナス効果ではないかと、それと、まあ、自公、自民党、公明党が推薦から外れてしまっていて、まあ、その組織票が入らないということで、乙武さんの目がちょっともう今のところなくなってきたのかなと、私はですねこんな早いところで小池さんのスキャンダルが入るんではなくて、乙武さんの女癖の方でまたもう一スキャンダル来て、 えね、15年間で5人とかって威張ってましたがなんだ15年間で6人とか7人とか8人とかそういう話が出てくるのかなと思っていたんですねそれが小池さんスキャンダルでちょっともう乙武さんの目がなくなってきたんではないかと、はいえー、でそう考えていくと木本、まあ、さんもね さすがにあの原因を作ってますからね今回の補選の、あのー、何でしたっけ IR をめぐる汚職事件ということで、えー、まあ秋元さんはまずないでしょうとそれと参政党の吉川さんもですねこれ参政党を出さない方が良かったと思うんですよね。せっかく今まで活動してきた新宿区でしたっけ、えー、そちらをねもうなんか見捨ててこっちに来ちゃってるっていうところが。 次の選挙のことを考えると、解散総選挙のことを考えると、私は吉川さんはこっちに、中国に回さない方が良かったんではないかという気がしますよね。えー、まあもちろんこ、ね、こ翼の党というのは、まあ、本当に初派ですね。はい。ということで、えー、この3人は、ちょっと除外させてもらって、残るは4人。 まあ一応音さんも残しましまたですが実際には、えー、まあ金沢さんと飯山さんほぼほぼ、ねえー、支持率が同程度だったというと、えー、3年も4年も活動してきた金沢さんとつい12ヶ月前から始まった飯山さんがほとんど同じということをこの勢いを考えると。 もうすでに、山さんが金沢さんをもう抜くことは間違いないのかなという考え方です。で、乙武さんは今後、どん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 失速していくということなんですよね。で、ただし、えー、この自民党と公明党の票がどこに行くんだろうということを考えると、おまあ、公明党の人はまあね、えー、 こっちのの右系の人にはなかなかかきづらいですよね保守,の保守的な人には行きづらいそうすると乙武さんかあ酒井さんだけど乙武さんは女性問題があるから公明党の組織としての動き方はないから音、えー、武さんには公明党の票は入りづらいそうするとやっぱりやなつうーんあの酒井さんが有利。 で自民党の票はどこ行くんだろうかというと、維、まあ、新に行くのかな、保守党はです、ね、自民党を明らかに、ねえーまあ、攻撃していますし、まあ、みんな攻撃してるか、この中で入れやすいの誰だろうな、えー、音だけ境はないですよね。そうすると、金沢、飯山なんですよ、またあ、もしかしたら吉川さんに少しは行くと思うけど、 まあ金沢さんがそうすると強いのかなということなんですね。ところがですよ、まだ全然態度を表していない、えー、人があ多いんですよね。40%近くの人がその調査ではまだ自分の考えを明らかにしていなかったと。そうすると、その40%の何十%、何がこう崩れてきて、それが。 どこに入るのかということを考えると、ですね、えー、私はですねなんかこのまま、えー、飯山さんに集まるような気がちょっとしているんですよね、でそれは,それはまあなぜかと言われると、おまあ、あの演説を聞いている、演説の力がですね金沢さんと飯山さんとでは全然説得力、迫力が違うんですよね。 あの金沢さんはですね、うん、まあ差し障りのないことしか話してない、まあ、演説は上手ですよね言葉も上手ですし力も声もあるんだけどうーん結局はこれまでの女性候補と変わりがなくて割と差し障りがないことそれと自分の党の維新の良い所ばっかりしているんですよね。でこの人が金沢さんがどういう考えを持っているのかというのは今一つ分からないって。それに き飯山さんは考えがね述べることがはっきりしていますんでまあ好き嫌いは分かれるかもしれないですがあ化ける可能性はあるというのは私のこれそっか脈絡ないですねただの勘になっちゃってますねそうなんですよねはいそう考えた時にこの「事故」の表がどこに行くのかそれと改めて「 今ね、ね態度を決めかねている40%近い人たちがどこに行くのかということをか、かそこがね非常に難しいですよね。まあ、今のところですね、あのー、評論家、新聞の予測では、えー、立民共産の酒井さんということみたいですね。うん、しかしですね、えー、まあ 小池さんのスキャンダルを、まあ、あの大メディアが大手の新聞メディアがあの扱うのかと今日あの昨日もですね、もう日付変わってますね、昨日もですねあの東京都庁の,その都知事の記者会見を,を見ていましたが、一応、新聞各社、皆さん、質問はするんですね。そのの学歴の カイロ大学の学歴の件について、えー、もちろんね、小池さんはあもう100%否定していましたが、あのニュースを、明日あの新聞とね、テレビは扱うのかと、どのぐらいの程度で扱うのかによって、この選挙が大きく変わる、ネットを見ない人たちは、そのねあの、また、 学歴差し押問題が再浮上しているということを知らない人の方がまだ多いんですよね。だから選挙はやっぱりまあ今まで通りテレビ新聞が強いのかなとそれがこう逆転していくのはあとどうなんだろうあと10年もするとだいぶ変わると思うんですよね。その人たちはテレビ、うん、まあ新聞なんか読まないですよね。みんなネットで情報 をねえー、入れていくようになりますからね。はい、とで今回はですね、まあ、あの私はまだねあの江東区の方には取材、まあ、演説を聞きに行っていませんしい、全く私の想像でお話ししてしまいましたが、酒井さん VS 飯山さんという構図で、 えー、このまま進んでいくのではないかなというふうに読んでおります。うーんまあもう一波乱事項がここで何をしてくるかもう今更さら候補者立てらんないでしょうしね、えー、難しいところですね。っていうことでですよ。 話戻りますが、結局、ここで、事故はここで推、えー、候補者すら立てて立て立られなかったということになっちゃうと、もうね、乙武さんにの件についてはあ否定しちゃいましたよね、指、え、示、ーえー、出さない、推薦しないということでしたので、自民党はこれで参拝確定ですか、そうすると、岸田内閣、どうなんでしょうね。 まあ今、岸田内閣、まあ、自民党自体、元気がなくて、えー、総理を下ろせるほどのこう流れがあ生まれるのか、そんなモチベーションある人がい今、いるのか、そこがあまあ疑問ではありますが、まあ、参拝はまずいでしょうね、この参拝目で、参拝したことでどう変わっていくかっていうのは、 4月28日以降の流れが楽しみですね。えー、アメリカも、ねあのー、言ってきましたがあのアメリカと中国言い間違えたり、ね、岸田さんあんまりこう成果らしい成果は、ね、上げてきてないんですね、我々国民に分かりやすいような成果は上げてきてませんからね。えー うん、アメリカ,早速アメリカあの訪問も切り札、えー、支持率アップをすることにはならなかったとで、どうやら北朝鮮に行くという線も消えていますので、えー、岸田内閣は打つ手なしというところでしょうかね。はいえー、でありますので、このまんま自民党は打つ手もなく、選挙戦が始まり、 えー、まあ、党からの支持が <laughs> 出るのかどうか、まあ、フリーハンドになってしまうんでしょうか、まあそうするとね、えー、面白い選挙になりそうなので、えー、4月28日はですね、まあ、ゴールデンウィーク前の日曜日ですね、そこはもう楽しみでしょうがないと,ということです、私は。はい皆さんですね、えー、次の知事選、衆院選、えー、必ず行きましょう。ね 行かないということは政策を一任したことになりますので、はい、絶対に行きましょう。そして、えーえー、総選挙の場合、衆院選の場合は最高裁の、ね、裁判官の審査がありますので、これも全員罷免しちゃいましょう。罷免を求めるにバルをしましょう。なぜならば、経済省にて、まあ、しつこいようですがあ、自称女性のトイレ氏を認めてしまいました。そういう判決を全員で下してしまいましたので、えー、そのような あ最高裁の裁判官は、もう全員にペケ罰をつけましょうということで、本日もお最後までご覧いただきありがとうございます。はい、えーまあ、そろそろですね、まあ、選挙がそうですね、告示されてからかな、私はですね、えー、各人の演説をなるべく多く見たいと、はいえー、考えております。でまあ 録画されるのも中、ライブ中継されるのもちょっと迷惑みたいですし、えー、これを追っかけている他に YouTuber さんがいますからね、私は、えー、ビデオカメラは回さないでスチール、普通の写真を撮ってきくる程度かな、そう考えております。はい、えー。本日も動画最後までご覧いただきましてありがとうございます。これにて失礼いたします。ありがとうございます。